今回はこのかっこよい FT86、トヨタのスポーツカー、こちらのお車に、レカロ SR7 というスポーティーモデルにシートヒーターをオリジナルで組み込んだ、シートの装着の模様でございます。電源もやはりきっちり、取得しての作業となりますので多少時間はかかります。ただ今回のお客様は優に180センチを超えていますので、一般的には低く装着というふうにお考えでしょうが、やはりある程度背もたれを倒すことにより、またステアリングも高いところを保持するのではなく低いところを保持するという容量さえ味方に入れていただければ、あまり問題なくマニュアルも運転できるのではないかと思っております。全然何も問題なく運転できるんじゃないですかね。リクライニングはそこのグリグリ、内側にも一応あるけど手が入りやすい方を使ってください。一コマ。うん、12mmぐらい下げられる、後ろだけ。下げてもらった方がいいかな。どうする、下げる？はい、わかりました。じゃあ下げて本固定でいいかな、これね。うん、はい、わかりました。よろしく。ということで、オートマチック車から、マニュアル車にお乗り換えですので、多少そのペダルの操作などに少し不安がありましたが、今のところ無事に乗られているようではございます。また困ったらジェットセットにぜひアクセスをお願いいたします。